はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションによって日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。先ほどのね、投資、今朝ね、自動決算されました。こちらですね、決算されましたが、こうですね、ゼロですね、上に上がってしまいました。ですのでプラマイゼロですね、ほぼね、ここなんですけど11個ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個なんだけど、負け金はないと思うんだけどね、決算されるこの時価予告ですね、現在の時刻とこの時刻とこの時刻ちょっと違いますけどね、先ほどのね、9時8時何分かですね、同じかなこれはね。で、このようにね、まあ1ヶ月間の成長は相変わらず上上り高ですね。ということで、先ほどね決算されちゃいました。でこれなんですけどね、上がっちゃったんですね、これね、こう上がっちゃったんですよ、これ、上がっちゃいましてね、ここで決算されちゃったんですね。ここにぶつかった時に計算したけど、ここぶつかったのね、だけどね、ストップリミットがね、同じ位置では取れなかったんだよね、リミットが。ここでできたんだけど、計算できたんだよね。頭にくるね、これ、本当に。ちゃんと間入んないから、ストップリミット当てにしない。こちらの方のね、インジケーターの方の方で計算しますよ、これから。これはね、インジケーターの方で計算しない。全然ダメだね、本当に。このストップリミットってのね、ということですね。でお見せ証拠として一応ね同じだよってこう見せておきますね。これちょっとね多いんでね、今切っちゃったんですね、ここですね、こう1ね、こう計算されちゃいました。これだけ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ね、まあ1万ドルちょっとね。ですからこれが32円負けね、32円負け、まあだいたい200円ぐらい負け、プラマイだけど切りが遅れるんで200円ぐらい負けたんじゃない、100ね、3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、まあ200円ぐらい負けたんですね、決算でね。だけどゼロで見たんだけど、マイナス 0.0 で見たんだけどね。遅れがあるからね。まあこれはしょうがない。200円ぐらい、ちょっとその、最終的に出た。ちょっといい決算だったな。ああ、正解だったね。うん。決算するところは決算して儲けときたかったな。当たったからね。で、夜中で眠い時だったから。機械に任すんだけど、ストップリミットはダメです。いい加減にしてくれよ、もう、この、鈍いの。いい加減にしろ、これ。ストップリミットダメですよ。ストップとリミットね。最悪時に使うだけでね。その時になって、その乗数でね、できないの。それからスプレードになるから。これ、八百長ね。スプレード入っちゃうんだよね。さらにまた。そういうことで、まあそんな知ってないですね、ということです。どうもありがとうございました。次これからもまた分析します。あ、これ出てきたね、新しいの出てきたね。このシグナルを楽しみにして、今度ねちょっと速度遅いからね、ちょっとこれ切っちゃうね。